なんかこれ、おはははハマチかな、また3匹でも、ほらほらほら、じゃあクラフトのロンドンとか M を使っててるのもあるね。あのケイムラに塗装するやつかな。あ、そうですね。うん。100均のジグをケイムラに塗ったらめっちゃ釣れるっていう。そう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 。またよかったらチャンネル登録しといてください。あの時の人やみたいに。いつか10万回超えたいな。だけど似たようなサイズ、表層のブレードでちょっとだけ大きいかな。ちょっとマシじゃないこれ。せーの、うい、あーこれ持って帰りたかったな今の。あ、じゃあ今日ね、ある漁港に来てました。で、漁港でやっぱり大活躍したのがこれですね。ダイソーのジグサビキ。もうね、まあ、ちっちゃいツバスですけどね、なんぼ釣れるんかなっていうぐらい釣れました。それとね、メタルジグはね、これですね。ダイソーメタルジグブルビン。やっぱり秋、初夏とか秋の最初あたりはダイソーのこのブルビンすごく強いですね。フックはガマカツの5号に乾燥してありました。フロントは、メジャークラフトさんのアシストフックの M サイズ。となっています。いやー、なんぼでも釣れましたね。なんぼリリースしたかもわかんないぐらいね。今日は、ちっちゃいね、青物くんたちがダイソーのメタルジグと、ジグサビキで釣れてくれました。はい、またでもね、ほら去年元のデジャブですね。また真っ白になっちゃいました。真っ白にねちゃいましたが、やっぱり塗装はね、強くはないですよね。でも砂地でね、塗装がやられそうなところはこのダイソーのね、メタルジグ、
お財布にねすごく優しいんじゃないでしょうか。さあ今日はね多分もう数えてないですけど20何匹か青物、ツバス君たちね、釣れました。20数匹ちゃうかな。モジャコがさらに何匹かですよね。はい。エラに刺さっちゃってね、お持ち帰りが一応9匹ぐらい、持ち帰ることになったんですけど、ね、やっぱり今年もダイソーシリーズ大活躍です。どこの漁港でもね、どこの釣り場でもダイソー大活躍、これねもう素晴らしいですね。さあじゃあねこの後にシーバスも狙ってみようかなと思ってるんですけど、シーバス釣れたら嬉しいですね。それでは皆さんもねダイソーの13匹ぜひよかったらご利用ください。あ、釣りのレシピ、釣りレシピです。ちょっとね今日はシーバス狙います。30分でシーバスが釣れるかどうか。でルアーはこのダイソーのミノーと、あと、バイブレーションでね、釣っていきたいと思います。死ぬや、死ぬくんですね。死ぬくんジョルディ、大きさはそんな大きないですけど。